よっしゃ元気出てきた。皆さん天気も海のコンディションも最高だと思いますけど、そうそう、今お気持ちどうですか？いやーでも海はちょっと初なんで正直怖いです。今まで本当にピタッと止まってる湖とか、うん、公園の中とか川とかあったんですけど、まあ、海って何が起こるか分からないって、いうので正直ビビってます、はい、でもまあ沖縄にいるからにはせっかくなので海をこう楽しむっていう部分も、逆にこれができたらなんか次が楽しめそうな気がするので、ここだけ乗り越えたいと思います完璧にフィッティングされました。これで指が動かなくて もう握ってるっていう疑似グリップになってるので、あとは少し効く右腕で、ね、調整して、でドリンクを飲みたいときはドリンクでこうやって飲む感じですね。もう左腕は効かないので、でも外すときもこれだからまだいいですね。そうだそうだ、取れればいいだけですね。究極何かあったとき、OK です。なんかいけそうですね。絶対大丈夫です。お、さすが。今日小柄いんで僕。それは熱いっす。もっと、まあ、いけるとこまでで前に落として、はい、そしたらグーッと脱力すればその重力も使える、はい、あと傾きがどこまでいったら、まあ、傾かずに、傾かないでもいいですか？傾かない方がいいです。あ、傾かない方がいい。そう、実はまっすぐがいい。そう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 。皆さんスタート前のちょっと待ってくださいね。その感想いただいていいですか？オーケーです。浮かべてからじゃないですか？正直緊張してます。怖いです。やってみないと分かんないんで。思います。行きます。お願いします。いい。はい。行きます。よし。お願いします。もういい感じだ。どうすか？安定感。安定。これ浮いちゃったら上半だけでも大丈夫。はい、あ、本当だ。ちょっと横倒れのチェックだけ後でしたい。OK。どれぐらいいけるのか。そこが乗ってから。はい。どうぞ。いいですか？はい。行きます。僕はミオさんに振らせるんで、ミオさんのここにも。ミオさん焦げる焦げる。あ、ミオさん焦げるじゃん。余裕で来れる。すごい。めっちゃ飛んでる。焦げてますね。すげえ。安定してる。そして。次一人で。行きます。できた。うわ、もうエメラルドグリーンですね。最高ですね、これ。この色を見てもらいたいな。いやこれなかなかないんじゃないですか。なかなか本島ではない。本島ではないですよね。これスピードは今かなり次の方ですか？はい、1です。あ、OK です。皆さん、高速外に乗ったままで。はい。あ、お願いします。量産スペシャル。あ、速いです、これ。あ、気持ちいい。最高。イエーイ。今、スピード持っていかれる。あ、了解です。めっちゃ速い。そして、こちらも速い。すげー。めっちゃ気持ちいいです、これ。
違いますよ、全然違います。一気にこれだけ体温がスーッと下がるような感覚がありますね。 OK、 はい、スタート。ノンストップで、ノンストップでいきましょう。今最初の勢いから今2段階ぐらい下がりました、ね、ちょっと守りで入った。達成感はいかがですか？いやもう最高です。できないと思ってたことができるって最高です。ただカヤックの横に台を置いてマット敷いてシートを背もたれ高くしてベルトをつけただけで、あのシートも恐竜漂着ゴミなんで漂着ゴミを加工して作っただけなんで何の手間でもね、この少しのね誰かがやってあげればね、皆さんみたいに脊髄損傷とかでも体験できてしまう。